はい、こんにちは。ネイチャーフォトラファーの林です。私は今、北海道で自然写真家として活動しています。今日はリクエストがあった話題で、三脚の基礎と基礎的な使い方を解説していきたいと思います。まあ、三脚を買って使ってみたはいいものの、いまいち使い方がわからなくて、結局家に置いたままとか、外出時に持って行っても、結局使わなかったっていう経験したことある人、多いと思います。まあ、なので、使い方っていう部分を今回深掘り解説していきます。でその前に初めて僕の動画を見る人も多いと思うので僕がどういう写真を撮っているのかっていうのは下の概要欄にインスタグラムを貼っておくのでぜひ見てみてください。あとオンライン写真サークルの方では僕が写真のアドバイスをしてあげたりとかいろいろ撮影のテクニックとかも掲載しているので興味ある人はそれも下の概要欄からぜひご参加ください。まあ、僕の撮影ツアー中でお客さんが三脚を持ってきたにもかかわらずうまく使えず結局手持ちで撮影してブレてしまった写真を量産してしまうっていう人結構います。まあ、それはそもそも三脚の使い方を知らなかったりするんですよね。まあ、なので今日はこんな感じで話していきます。一つ目、三脚の基礎4つ。二つ目、雲台の種類。で、三つ目、直付け、クイック集。四つ目、作例紹介。こんな感じの流れで話していきます。まあ、最後にね、作例をお見せするので、ぜひ最後まで見てください。で、一つ目、三脚の基礎4つ。まず一つ目は、伸ばすときは太いパイプから伸ばしていく。意外とね、皆さんこの使い方知らない人多いんですよね。まあ、これが基礎となります。まあ、単純に太い方から伸ばしていくと、高くした時に安定性が増します。逆に下の細い方から伸ばしてしまうと、重心が上に行ってしまうので、高くした時に三脚がぐらつく原因になります。その状態で望遠レンズとかをつけてしまうと、なおさら不安定になって、下手すると三脚ごと倒れたりとかして結構危ないです。なので、伸ばすなら必ず太い方から伸ばす。で、基礎二つ目、三脚の重心が偏らないように足を調節する。まあ、これもね、三脚の使い方では基礎中の基礎なんですけど、まあ、こうやって三脚が傾いたまま使う人って結構います。まあ、三脚っていうのは三本の足に均等に重心がかかっているのが理想なんで、まあ当然そうやるべきなんですけど、初心者の人は目の前の絶景に気を取られてしまって、バランスが悪くなった状態で三脚を使って倒しかけてしまう。皆さんの中にも実際三脚を倒してしまったことある人いると思います。シャッターチャンスがあると早く撮らなきゃって焦る気持ちはわかりますが、その前にまずはしっかりと三脚の重心が偏らないように足の長さを同じように調節してやること。まあ、ここをやらないと結局撮った後も写真がブレてしまいます。基礎三つ目、手ブレ補正を切る。まあ、これもね、初心者の人知らない人多いと思います。まあ、カメラやレンズの手ブレ補正っていうのは多くの場合三脚の撮影に対応してないです。まあ、手ブレ補正っていうのはカメラが動いている状態で作動するので三脚の微妙な揺れっていうのはね、補正してくれないんですよね。でそれどころか逆に誤作動を起こしてブレてしまう可能性があるので原則として手ブレ補正はオフにしておくこと。ただ気をつけないといけないのがオフにしたら後で戻しておくっていうことをしないといざ手持ちの撮影の場合にブレてしまうのでそこは注意が必要ですね。で基礎4つ目、セルフタイマーやレリーズを使う。三脚を使っていてもシャッターを押すときにそれでブレてしまうので2秒セルフタイマーを使ったりとかレリーズを使ってやってブレを軽減させて撮ってやる。そうしないと三脚を使ってやってる意味があんまりないんですよね。ただ被写体によってはセルフタイマーとかレリーズを使っている暇がないのでシャッターを直で押すっていうやり方も当然ありです。例えばこういう写真、まあ、こういうのって相手が動いてしまっているから三脚を使用したとしてもシャッターは直に押してすぐに撮ってやらないとシャッターチャンスを逃してしまいます。あくまでも三脚の基礎はいい写真を撮るための基礎なので、まあ、そこはね勘違いしないようにしたいですね。二つ目、雲台の種類。ちなみに皆さんは代表的な雲台の種類っていくつ知っていますか？価格は安いものから高いものまで多岐にわたるんですけど、基本的なのは自由雲台、ツーウェイ雲台、スリーウェイ雲台、そしてジンバル雲台といったものが存在します。で、今回は三脚の基礎っていうことなので、この自由雲台とスリーウェイ雲台、この2つを中心に話していきます。まず自由雲台っていうのはこういうタイプのものですね。まあ、別名ボールヘッド雲台って呼ばれていて、
まあ特徴は、まあ、左右とかもうすべてシームレスに動かせる。これが特徴になりますね。まあ、だから初心者の人にとっては非常に扱いやすいし、なおかつ重量が軽いので、旅行とかに持っていくときに重宝します。ちょっと写真を一枚お見せします。まあ、これは先月道東の方で僕が動物を撮影しているときに撮った写真なんですが、こういう重量級のレンズと自運台って、実は相性が結構悪いんですが、それでも運台の重量が軽くてコンパクトっていう面のメリットが非常に大きいので、僕は比較的使用頻度が高い運台になります。で、次に三脚の基礎的な運台のスリーウェイ運台、まあ、持ち手が2つあって横位置から縦位置の構図の変更も比較的簡単に行うことができます。で、三軸それぞれが独立していて構図を細かく決めれるので、風景とかテーブルフォトの構図の綿密さが求められるときには重宝する運台になります。で、自由運台と違って一つだけ緩めてもいきなり落ちることがないので、重たいカメラや重たいレンズと相性が非常にいい運台になります。まあ、そもそも運台っていうのはこの 3way が基礎になるので、まあ、何にしようかなって迷ったら 3way 運台の三脚を買うっていうのを選択肢に入れるべきですね。で、三つ目、時間付けかクイックシューか。これも三脚を使用していく上でかなり大事になります。まず、時間付けっていうのはこういう感じのもの。これは今僕を撮影している三脚がそれになりますね。で、板みたいに取り外せるのがクイックシューって呼ばれるものです。まあ、これの何が違うのかっていうことなんですが、直付けは全くブレないのでスタジオ用と思ってくれていいですね。まあ、それか一日中ずっと三脚にカメラをつけておくような場合、そういう時は直付けの三脚でもいいです。まあ、ただ風景とか動物の撮影って三脚とカメラを取り外すことって結構あるんですよね。そういう場合はこういうクイックシューの方がおすすめになります。で、4つ目、作例紹介。まずこちらの写真、これは池を撮影したものになるんですが、ここの池は少し青みがかかっているんですよね。それを早朝1秒から2秒ぐらいのスローシャッターで撮影をしました。まあ、そうすると青い湖面に薄く白いもやが漂っているのを表現できたのがわかると思います。これを普通に撮ってしまうとこんなに綺麗にもやは表現できないです。まあ、こういう撮影をするときは必ず三脚が必須になってくるので、ちゃんと三脚の基礎を理解して撮れるようになれば、そういういい写真も収めることができるようになると思います。以上が三脚の基礎と基礎的な使い方のお話でした。あと最後ちょっと雑談なんですが、コロナ影響で自分が今テーマで撮っている北極熊の撮影が、まあ、今年もね渡航がどうやら厳しそうではあるんですが、なんとかねロシアに行ける可能性がちょっと出てきたので、まあ、夏にねロシアでグリズリー、まあ、大きい熊ですよね、まあ、それをね撮ってこようかなって検討していて、今見積もり出してもらってる最中ですね。まあ、面白そうだったらそれも YouTube にしたいかなって考えてるので、もし行けそうだったらまたいろいろ報告します。今後もし写真やカメラにもっと詳しくなりたかったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてインスタのフォローもよろしく。あとオンライン写真サークルに興味ある人は下に概要欄貼っておくので、ぜひご参加ください。それではご視聴ありがとうございました。